さて、マリオのスーパービクロス、のんびりとパズルゲームをやっていきましょうか。ビクロス自体は当然他の形でやったことあるんだけど、マリオのスーパービクロスでうまくいくかどうか含めてね、とりあえず遊び方、チュートリアル見ていきましょう。後々になるとね、便利コマンドみたいなものが出てくると思うんだけど、このスーパーファミコン時代でどうなってるか、ビクロスの遊び方、上にある数字と左にある数字をヒントにしてフィールドにあるマスを削っていく、多分王道的な遊び方というものがあるかと思うんですが、そうした情報というのは今まで一回も見たことないんで、全部自己流でやっていくことになります。なのでテンポよく行くこともあれば行かないこともある。 B でパスマークか。さて、下の方邪魔だね。これ下の邪魔なんだけど、下の文字がミスしても大丈夫とか言われてるけど、はい、消えないかな。上の方にある数字の列はフィールドを縦に削る数を表している。だからわざわざこの下の方に表示するようにしたってことは、スーパーファミコン用そのままじゃなくてやっぱり何か加えてるってことだよね。よくそんなことやるなとか思っちゃうけど、3と1、制限時間は30分、それまでに絵を完成させないといけない。なるほどね、時間制限あるのか。まあ一つのマップ30分で考えれば時間は読みやすいよね。ああ、なるほどね、失敗すると時間が減る。でもわざと失敗させるって手もあるけどね、いざとなったらね。最後の方はヒントのルーレットが回る。ああ、なるほど、こういう便利機能がある。そのマスが全部わかるようになる。まあ便利だけど使わない方向で行きたいね。ヒントはではレベル1から遊んできましょうか。今遊び方は確認したところです。まあ序盤は簡単なんでしょう。全部で 2C の12個か。12個が今レベル5ぐらいあったのかな。となると60個全部一気に終わらせられるでしょう。何日かにかけてやっていきましょう。ヒントは使いません。5で2、バツ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 、3、1で3、ここはつけらんない、ここもいらない、こうか。てかな、なんだこれなんだこれ、何のマーク。確か 3DS の時に、あれゼルダだっけかな、ゼルダのピクロスか何か、ポイントを使うことによって手に入るってものがあって、あれは欲しかったんだよね。マか、マ、あれ欲しくてやりたかったんだけど、結局なんかプラチナポイントだかゴールドポイントだか忘れたけど、いろんな任天堂のソフトを買っていかないとポイントが手に入らず、そしてダウンロードもできずみたいなことがあったので、それも後々一色できて遊べるようになればね、いいとか思うけど。こんな感じか。3、理科。今度はこれどうなんだろうな、全部日本語になってるけど、リとかね、マとかね。そうなると海外では発売されてないのか。2つ目、クリア。まあガンガン押していけるね。のんびり見てないで進めていきましょう。とりあえずもう全部短時間でクリア目指して。これ最初にヒント出るの厄介だね。つい間違って押してしまいそうになる。あとは
ポか全部カタカナか。まあだからもうスーパーファミコンの段階で、あ、マリオか。なるほどね、チョコ材にもマリオのスーパーピクロスとかそういう風に全部やっていくと出るんじゃない。これスーパーファミコンの段階でもうある程度遊べるような状況になってるので、まあ、そこだけでもすごいよね。ここ閉じて、ここも閉じて、こうか。で、左側も閉じる。え、これはどっちだ？まあ、ここ1やらないとダメなんでね。そうなるとこうか。マリオの。まあ、答えがもう分かってしまってるからね。全体的にはね。それで当てはめていくのもいいかもしれないけど、まあ、せっかくなんで、ちゃんとルール通りやっていきましょう。この最初にヒントは出てこ、あ、うわぁ、間違っておっしゃったけど、合ってたな。危ない。あれ、なんで消しちゃった？ 7 だから、ここまでは大丈夫。で、ここ10。消せんのかな？あ、消せるのか。いや、消すのは必要ないでしょう。必要ないでしょって言われても困ると思うけど。1、2、3、4、5、6、7。こういう風にね、数えていかないと自分の場合、うまくいかなかったりするから。どうするどうする。ここ確定。ならば、ここ消して、3、ここか。となると、こうやって消していく。8なので、あとこっちが全部。んで、こっち側全部チェックマークが可能。まあ、ピだから、まあそうだよね。ピをなるようにやっていくとなると、こんな感じなのかな。別に、こう、バツマークつけなくてもいいけどね。つけないと忘れそうだから。まあ、まあ、わかるけどね、ここにね。なんか丸になるものを置けっていうのはね。だが、2、2で。ここ1個最後置ける。で、もう1個置ける。こうやって、ここが4か。こんな感じで。ピが完成。結構テンポよくは進めてると思う。あとあとどんな感じのね、イラストが出てくるか。まあ、多分マリオとかが出てくるんだろうなっていうのはね。マリオとか、もしくは。スーパーマリオ絡みのものが。3、2、2、2。あ、ここは分かんない。4、1、2、3。ここは確定。ここで1、2、3、4。ここは確定。ここまでは届かない。ここまでも届かないとなると、こっち側ここまでは確定。4、こうか。まあ、パズルゲームは本当気軽にできるから、いいよね。ここには置けない。そもそも、もう、埋まってた。4、3、4、ここまではいけない。こうなると、2やってからこうか。で、ここはもう右側5も3も置けない。1、2、3、4、ん ?1、2、3、4、5。ここ。あと、3。あー、危なかったけど、まあ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 、今セーフだったようなんで。となると、ここ結構うっかりやってしまうことも多い。3なので、で4だから、ここ、これでもちゃんと説明しながら実況やろうとするとすごい難しいと思うな。もう適当に今遊びでやってるからいいけど、こうか。あ、終わってない。ここか。ちゃんとこれ実況やるとすると説明がね、長くなりそうなんで、もうガンガン進めていきますけど、自分の感覚だけでね。あとは最後どれぐらいの大きさのマップになるか。ここ0、ここも0、
8、5も8、縦の列5も8。そうなるとここで打ち止めか。下も、あ、下もあれか、0か。あ、左側も0。なんだこれ、すごい簡単だけど、まあまあまあ、これを言ってもしょうがない。6か。まあそりゃ簡単だわな、こんな文字はな。イクロスのロ。んでもピクロスで最後なんだろうな、最後の4つスーパーとかそんな感じ。でもスーパーのスーのね、伸ばす文字とかだったらこれまた簡単になりそうな気がする。ここゼロ、ここら辺までは埋められる。んで上見ると2なので、でここは5、3、ここ閉じて、ここ1つ。さて、んで3なのでこの辺りまでしか届かない。3、こっち側3つすでに置ける。ここからで2で、あ、こっちの方がいいか。2、3、ここ閉じられる。3、3、5なので、あ、まだ閉じられないか。でも1、2、3、ここ2つは閉じられる。でここ2なので、上がね、ここ一つ開けて、ここ3いける。となると上見て、ここ3つまで、ここ3、こっち側も3、3だからここは閉じられるな。となるとここも閉じられる。ここ2だからここも閉じられる。で上8なんで、ここは閉じないとダメで、2は上もう書けないことが分かってるんで、となるとここか。でここ閉じて、1、2、3、4、5、ここまでは大丈夫。となるとここを閉じられて、ここは開けられる、ここも開けられる。1、2、3、うん、1、2、3、4、5、違うか。1、2、3、4、5、ここまでは大丈夫のはず。でここ3、上見て3なので大丈夫。ここは下3つあるので、となるとここ5、3は閉じていいと思う。ここ3もちょっと微妙だけど、まだ分からんか。いや、でもここ閉じられるから、ここくっつけられるね。といった感じで、あと最後、ここ閉じて、ここ開ける。す。テンポよく。いけてるような状況。この後でね、マリオのスーパーピクロスの後、ヒントは使わない。10だからかなり簡単。こっち側全部開けてって、なんだろうな、この文字は。うわ、でも結構操作ミスが怖いんだよね、こうなってくると。ここら辺で慎重にやらないとダメ。9、9、2、7、6なので、ここまで大丈夫。消すのなくてもいいんじゃないとか思うんだけど、どうせ置いたらもうそこでおしまいなんで。4、3、これなんだ、え、何これよくわからんマークが出てきたぞ。北斗七星まあまあまあ、スーパーファミコンの時代のグラフィックだからしょうがないよね。マリオのスーパーピクロスの文字だったところからもう変わったってことか。さて、ここ10、こっち側も10、ここら辺は全部消して大丈夫。9なのでこの辺りをやっておく。でも2全部埋まったんで、で左側も1は埋まっている。こっち側も1は1つも、あっと大丈夫か。達成。7、1、2、3、4、5、6、7も全部大丈夫。となると1、5、5、3、
ここも5を上見てで3なので下やる。まあほぼほぼあとは同じかな。ここまで同じ。さて1、ここも5だから閉じて大丈夫。ここも5、左側見て7か。これ両方とも開けても大丈夫でね。ここは1なんで、これ船だな多分。もう一個か船。テンポよく進めていると思う。他の人がどれぐらいのスピードでねやっていくものなのかがよくわからないから比較ができないのが残念でね。自分がどれぐらいか、あまりに人とね対戦する必要もないけど、ある程度はねこれが早いのか遅いのかは知っておきたいような気がする。こう上を見て0なのでやっといて、全部埋めといて、ここ1、ここ開けても大丈夫、4まで開けて大丈夫、5まで開けて大丈夫。1、6、1、2、3、4、5、6、2、3、4、5、6、ここまで開けて大丈夫。うん、1、1、4なのでここは閉じないとダメ。1、2、3、4、4、上から見ても1、2、3、4、3、2、1、2、3、4、5、1、2、3。考えがまとまらない。ここら辺は閉じても大丈夫のはず。3141なのでここは大丈夫、ここは開けても大丈夫。2なのでここは閉じても大丈夫で、ここは開けられる。3、ここは閉じて大丈夫となると、ここか。1234閉じて、ここに6、1、2、3、4、5、6、4が埋まった。ここは開けられる。6、5いってるからここも開けて大丈夫。3、2か2、5なのでもうここ全部開けないとダメだよね。ここも閉じて大丈夫、ここ閉じてここ開ける。なんだこれ、火の玉？鳥かペンギンかな、何かを当てるゲームみたいになってるよね。作り終わった後にね。さて最後の L、 いい感じに進めている。6、まあ8、こっち側やっとこうか。先7、4なのでここからここは閉じても大丈夫。3なのでここは閉じて大丈夫。6、1、2、3、4、5、6、ここは閉じて大丈夫。2と6なので2やってあげて1、2、3、4、5、6かな。1、2、3、4、5、6からはここ閉じらんないんでね、多分こうだと思います。そうなるとここら辺も全部閉じて大丈夫。こう閉じてここ6、7、5、ここ1個閉じられる。4なので1、2、3、4、ここ。となるとここ、あ、今1個削っちゃったかな。6、1、2、3、4、5、6、ここまでは削って大丈夫。2、もうこの1回正解やったのは、まあもう昔のゲームに言っててもしょうがないんだけど、あ、なんだこれ、上の方、これ行くと何になるの、なんかあんのかなこれ。ここでなんかクリックすると、あ、やり終わったっていうマークができんのか。3、1、2、3、こうか。ここも3なのでやっても大丈夫で、4はもう無理なので2、3、4、
に開けて、うん、そうでね、こうとなるとこうか。で、そうなるとここを開けて下を削る。ここ一個もうやったので、こうこうこう三、一つ開けて二、ここかな最後。さてこれ鹿か何かか、え違うか、人魚か。というわけで多分レベル1を全部、なんでコングラチュレーション英語になってんの。レベル1の問題は全てクリアされました。残念ながらワリオのピクロスが遊べるようになってしまいました。あ、そんなものもあるの。辛いゲームですが遊んでやってください。ワリオのピクロスへようこそ。ワリオのピクロスというのもなんか別ゲームであったような気がするけどな、違うのかな。ルールについては遊び方をよく読んでくれ。え、内容違うってこと？ゲーム内容。あ、こっち側行くと、うん、まあ遊び方学ばないでね。というわけで今回ここまでにして、また次回以降はレベル2、レベル3、レベル4やっていきたいと思います。